ナマステ。今日は第13章の第12首脳間の文法解析を見ていきます。では、首脳間をチャンティングしてみますね。オーゲーヒャンヤッタプラバクシアミヤッギャトワムルタマッシュテアナディマッパランブランハナサッタンナサドチアテじゃあ、パダチェーダーをしていきますね。コピーして。で、2、4。アムストラさんにですね。で、やっと、たっと、ラバクシャに。で、やっと。もうこれは何さんにですか？でまず、じゃあ、シュットンで、シュットンですね。は、アムルタン。これ、サルナディルがですね。アッシュンテ。で、アナディマット。ラ、ん、ブラムハ。ナ、サット、タット。これ、アヌスワラさんですよね。ナ、アサット。うっちゃてです。ね。んで、リバクティを打っていくと、まず手があったから。ごめんなさい。いっちゃうね。うっちゃて、そうですよね。で、プラバクシャーミは一人称ですよね。うん。で、ね、やっと、言えやん。で、それをたって、これから言うねと。で、それを知ったら、アムルタッドンをゲットします。で、アナーディマットパランブラムハ。また、うん。で、まあ、それは何かというと、まあ、これは、日でもいいけど、まあ、また新しい文章として、ね、それは、アナーディマットパランブラムハですよと、ね。で、それは、で、それは、サットでも、アサットも言われていませんということですね。じゃあ、できますね。What is the noun that I feel very clearly knowing which one is the nessness that is said to be grandma which has no be meaning is in yes and is neither exists in as an object nor non exists in exists in ですね。一番、現実でするしね。どうでしょうかね。うん。はい。当てはめていきますね。で、what it's been to know これが2やんですよね。で、2やん。やっと2やん。ね、で、それを、私はプラバクシャーミ。プラバクシャーミ。から、ここでね、ニャットにしようかな。で、ノーインウィッチ。ね、ニャットは、ね、ヤット、ヤ、ニャットは、ね、アッシュ塗ってアムルタンですよね。で、だって、ズビセって、うん、ウッチャテですよね。
だから、that is said. だと。で、ブラムハン、アナーディマット、パラム。で、neither existent, サトナ、サト、ナ、アサト、ということですね。で、その知られるべきものは、を、that, I will, so clearly, 私は、国に教えましょう。で、やっとにあとは、それを知ったら、アムルタットン、ですですです。死からの自由を得ます。で、それは始まりのないものであり、で、パランといったらリミットレス、制限のない、ブランマ、すべての本質です。で、それは、何々と違います。何とさ、さっと。エグジステントだけど直訳すると、as an object。対象物としての存在ではなく、で、どうしようかな。あ、ここ立ったった。で、打っちゃって、それはそう言われてます。で、これともちゃいますよって何かって、あさっと。その存在しないものでもない、不毛でもないです。これはちゃんとクラス聞かないと何言ってんだかですね。さっとでもあさっとでもない。ということで、で、ここに馬車があります。なんで、こう、イントロダクションがあって、で、こう、資料化があって、で、まあ、こうやっていつもやってることに、こう、皆さんとも共有しようかなと思って。で、ね、やんやったった、ね、プラバクシャーに、で、やっにゃとアムルタマッシュニテですよね。で、やっにゃとアムルタマッシュニテ、で、アナーディマット、で、バランブランハで、そのアナーディマットに関してちょっとこう、馬車があって、で、なさったなさどちゃてですよね。で、あと、またちょっと、プロパクシャスセッタンタがあります。じゃあ、ちっちゃい言葉いっぱいありますね、ここね。見ていきますね。は、ましょうかね。で、扱い回せるもんないかあるよね。あと、まあ、もっと、もっと、お使いますよね。で、あと、やっとたたったもね。これ、いちいちだけど、こっちのいち。まあ、後で考えるのね。んで、たった。あとは、ちょっと。おいおい。
枠組みだけこう、輪郭だけだとやってしまって、あ、ここにも立ったるわ。これね。に行って、次に、こうでしたね。こっちアナログな作業ですよね。んで、この子を一旦トランスリタレーションに変更して、当てはめていきますね。ラバクシャーに、やっは、ここは打った方が早いね、パーラーム。そうね。じゃあ、ちょっとみんな考えていきましょうかね。24。ね。で、これが、that which is to be known ですね。で、知られるもの。ね。で、プラティパティカは、これは今、ナプンサカで使われてるけど、どのせいでも大丈夫。で、ニャヤンやったプラバクシャーミー。やっニャヤン。で、だからこれはもう普通にカルタリとババティでいいと思います。で、やっと。ダットフッチ。いや、重なってることは、まあ、しゃあないね。ラプンサか。まあ、これをね、アードジェイクっていう塔をニューヤンにしましょうかね。そのニューヤン。で、それを、ダット。いいですよね。で、これはカルマリですね。何のカルマかというと、プラバクシャーミーですね。これを私が、それを私が言います。で、ニューヤンですけど、ちなみに、これは何からできている言葉です。かというと、これ、クルダンタですよね。クルダンタって動詞から、動詞の原型からできて、発生している言葉ですよね。ニャダプですね。動詞の原型は。トゥノーですよね。ナイスコンジュゲーションプラスメタリーですね。で、それの、やっとですよね。で、これがカルマニですね。プリテプラテや。で、それで、ねえやっていう言葉になります。that which is to be known ってことでね、カルマニっていうのは対象物ですから知られる対象ということになります。で、プラバクシャーミ、I will tell clearly。これは何からできているのかというと、で、プラパサルが、だとは何ですか？バッチですよね。で、それの、ラカールはブルットですよね。で、カルタリですね。で、やっにゃーとは、これも、カルマニですね。カルマ、何のカルマかって言ったらにゃーとはですよね。それを知ったら、
一体何を知ったらっていうと、まあ、その前に、having known ってことですよね。having known which。こっちは、にゃプラス、とはですよね。かからが一緒で、とはっていうと、have been 何々どってことですよ。何々したら。で、アムリタムアッシュンって、これもカルマニですよね。で、何のカルマニかって言ったら、アムシュンってですね。だから、アムリタム。で、これは、で、す、で、す、ね、すですね。アムリタ。死からの十。ね、ということは、時間からの十。んで、これはアムルターですね。アムルター自体はこれナプンサカの言葉ですね。で、ムルダートから来てますよね。で、アッシュヌテ、ワン、ゲインズで、これは、これはね、何だというかというと、アッシュダートですね。アッシュ、だからさね、ダーツ校舎をシェアしたいんですけど、アッシュ、上の方ですね、アーカー塗って、アッシュ塗って、ね、ボージャね、ツーイーって、このアッシュ、ね、文句点もそうだけど、無事だってもそうだけど、こうね、to eat とか to enjoy ってあるけどね、to have っていう意味もありますね。あ、でも、アッシュナーティーすいません。これアッシュナーティーはね、食べるで、すいません。こっちの go a ですね。to pervade, to accumulate。ね、pervade っていうのはね、その up だってもそうだけど、to pervade っていうのには、ね、to obtain っていう意味もあります。自分がそれにパーベイドする、その自分の、ね、所有権とかね、で、そういう影響っていうのがそのものをパーベイドするよっていうことは浸透するよってことは、それは私のものになるみたいな。ね、ビアプトサンガーって言っちゃう。うん。で、アシュダート。で、そのフィフスコンジュゲーション、ね、っていうのは、で、そのフィフスコンジュゲーションの第五、コンジュゲーションの第5グループの動詞の活用っていうのは、ね、ガナビからな、エクストラで入ってくるプラテアが、ピノ、ノですよね。ここ見たら、これ、言語構造。日本語で、まあ、いつか出したいと思ってる本ですけど、文法の本ですけど、ね、第五グループ、ね、座りがな、ね、の、のとか言って、まあね、死ぬっていう、プレテアが、つきます。と、明日やってはい、どこにある？出て。このカナビからの3、1の最初のあたりに、ここら辺で、体でシャップ、シャップが。アウツァルギカってあって、ね、まず最初にあって、で、ディバーディ、ね、第4コンジュケーションは、ね、シャープの代わりにしちゃうんだよ。ね、んで、ね、ソアディピュア、シュヌ、ね、シュヌが来ます。ね、シュヌだからイットです。で、ヌーだけ残って、ね。で、アシュ、ヌ、ね。んで、だからアシュダートの、ごえってね、さっきね。プーパーベード。うん。で、アッシュって普通に、ラットカルタリです。あ、ゲインズ。で、穴でまた、ね。で、これがビギニングレスですね。フィッチ初のビギニング。これは穴でまたですね。もう、これは、ね、そのブラムハンを、就職してとかね、その実語というかね、うん、まあ、ね、プレディ、プレケティブっていうかね、コンプリメントなんで、アナディマット。
ナプンサカです。なってパランダ。まあ、それは、アナーディマップナーバランナーブラマンです。まあ、アジティブにしようかな、ほんでたら。このブラマンは。で、だから、この子も一緒ですよね。あら。で、これが、リミットレスト。この上ないものです。ということですね。で、プラティパディカバラ。の今、ナポン坂で使われています。で、ブラムハ。でもこれはもうなんかね、こう、訳すみたいなね、ことをね、そんなことする必要ないですね。知りたかったらちゃんとヴェーダントを勉強してください。ヴェーダントは何かというと、ブラーマン王から何かを理解するための勉強です。あのね、ブラーマンは何かを知りたいわけじゃなくて、人生で自分が何が欲しいのかに明らかにすることです。だからそのブラーマン、ヴェーダントは勉強しなくないけど、ブラーマンは何年ですかとかね、もうそういう質問やめてくださいね。で、まあ、それはブランマンです。だから、これ1個。それを知ったら、これやってるの全部かけてもいいんだけどね、それを知ったら、この人はあんたさんを、私は。だから、あんまりをね、さっきするとしたら、これもいらないね。あんまりは、ちょっとね、いろいろ無理しないといけなくなると思うけど、ポイントに捉えておきますね。で、やっつにやん。で、たってプラバクシャーミー。で、そのタットにまたやっと、ね、かかってるけど。多分一個ここで終わってもいいけどね。で、それを知ったら、アムリタンを得るんだよ。ね、それは何？っていうことで、ね。で、そのタット。ちょっと一回一個持ってきて、それはね、って。で、アナーディマット、タット、ブランマンなんだよ、と。で、さらに、ね、それは、ね、タットでもなければ、アサットでもないんだよと。こうするのがいいかな。ちょっと、もちろん、参考にしに行く。いやいや、やったプラバクシャーに。で、それを知って何か言うことあるんですか？それは何ですか？これでいいと思います。まあ、だからもう。なんかタットのプレディケートとかそこまで書く必要もないと思うし、もうこのものでいいと思います。で、だからもうカルタリトゥーババティでいいんちゃいますかね。で、ノット。サット。で、サットが、エクジステントアザンオブジェクト。
まあ、こう、that which is ってつけた方がいいかと。これは、ラッテリカサットですよね。で、ナプンサカです。まあ、これは、サブジェクティブコンプリメントというタッんで、これは、ですね。で、それは、うっちゃてですね。カルマに。なんだこれはね、OC になるんちゃうかって話もないけど、まあ、どっちでもはっきり言っていいんだけど、ね、英語のね、オブジェクティブコンプリメントとか、サブジェクティブコンプリメントっていうのは、ね、英語の文法のね、タームなんで、ね、それをこう、無理くり当てはめてるんで、ね、どうするかって。私はそのもう、サブジェクトっていうのをね、サブジェクティブコンプリメント、オブジェクティブコンプリメントっていうのは、その第一角、第二角みたいにしとっているので、ね、英語でも、こうやって、ね、それは、that is said to be 何々っていう時の that っていうのが、それがサブジェクトになるじゃ、なるわけじゃないですか。うん。で、だから、そのサブジェクティブ、オブジェクティブ、サブジェクト、オブジェクトっていう言葉を、ね、こう英語の、に合わせてるので、うん。だから、いや、でも、ね、OC の方がいいと思って。まあ、それはね、自分で、ルールを決めてください。私のルールはこうです。もう、文法ってね、何を基準するか、それはもう、その人のね、話で、こういうふうに決め事で、ね、その決め事に沿って説明します、ということなんで。で、まあ、どっちでもいいねんけど、私はもう、ね、こっちのやり方でしていこうと思いました。だから、なんか、正しくないの話ではないと思います。どっちのやり方でしたいか。OC のっていう、こう、ね、カルマリの時の、ね、主語は、ね、オブジェクトとして取って、とかって言いたいんだったらそうすればいいし、私はどっちでも構わないと思うんですよね。まあ、ね、どっちが決めないといけないのか、じゃあこっちにしようかなってね、最近思っただけです。で、で、それはサトでもないよ。で、だからこれも、まあ似てますよね。なんか、ここで使えへんか。ここまでいけるか。That which is non-existent。ここは。あがつけばいいと。で、打っちゃって、is to, is said ですね。で、これはバチだと、to say の、ラップとカルマにですね。これでいいと思います。で、ここで、アナディマット、まあ、ややこしい話にあんま首突っ込みたくないですけど、ね、アナディマット、下でね、だって、ここで、アナディマットって、アナディだけでもバフブリなのに、ね、その、アビディアマーナハ、アーディヒ、ヤッシャーサハ、アナーディヒ、で、そこにまたマットをつけるのって、ね、こう、重複してるじゃないかっていうのが言われているので、ね、で、そこで、じゃあどうして取るのっていう、なんかこう、ごちゃごちゃがあるから、もうここであんま何も書きたくないんで、まあでも、こう、アビディア、なんか読むとか言えばね、マーナハ、ね、アービヒ、ヤッササハ、アーディマット、ナプンサカナヤッサタトがいいですね。アナーディマット。で、ナ、アナーディマット。sorry, ナ、アーディマット。アナーディマット。こうして。だから、それぞれ、サマーサですけど、これはもう NT でいいと思うんですよね。あ、じゃあ、ちゃう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 。
私は似合ってんの。アビテマナハ。うん。ここでアナーディですね。すいません。うん。で、それを持っている人だから。うん。そうやね。これでいいと思います。これね。で、ここで。何入。バフブリ。その、アーディがないもの。それのアーディはありません。アナーディ。うん。で、ね、あとは、うん。なんて死んでおこうっと。うん。まあ、こんな感じで。いいと思います。今回は。ね。で、まあ、ちゃんと知りたかったら、勉強してください。ね。ここでは、ちょっと伝統的な下地をちょっと紹介しているだけです。はい。では、ありがとうございました。